福島市のスーパーキクタ。野菜の販売コーナーで買い物客から聞こえてきたのは、流れしてますね。しょうがないかもしれないですね。男性が値上がりを感じていたのは玉ねぎ。収穫時期に雨が少なかったことなどが影響し、例年より小玉で、この店では平年より1割ほど高くなっています。また福島県産や宮城県産などのネギは雪の影響から価格が高騰、平年と比べ140円ほど値上がりしています。時期的にも白菜は一番美味しい時期なんですよね。生産量がね、かなり多いということで価格がかなり安くなっておりますね。去年の暮れからずっとね。一方、安価となっているのが白菜。例年、平年と比べ20円ほど安くなっています。佐藤店長が白菜を使っておすすめするのが鍋。栄養のバランスも考えながら、温かい鍋で寒さを乗り越えてもらいたいと話します。今年に関してはね、やっぱり寒さがずっと続いてますんで、やっぱり家族団らんね、あったかい鍋を囲んで栄養たっぷりの鍋物をね、召し上がっていければなとこう思っておりますけどね。